か友達に、はい、なんだっけ、生きるのがなんか全然生きれないって言われて、うん、それで、なんか生きれないのかなみたいな、なんか早く死んじゃうよみたいなこと言われたんですか。じゃあそれでもね、ちょっとね、見ていきましょうかね、そしたらね。はい、うん、では本日担当させていただきます丸々ももひと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ね、しほちゃんとりゅうちゃんね、いらっしゃっていただきましたけど、今小学生、はい、小学生4年生と2年生でね、なんかいいですね。私の場合はですね、手相とか、あと筆相って言って文字の診断だったりとか、あとはこういうタロットカードと私のインスピレーションを使って占いをしています。で、占いなのでやっぱりね、いい結果悪い結果と両方出る可能性ありますけれども、もし悪い結果 で出てもどうしてたらね、いい方向に行くかっていうのを見てきますので、安心して鑑定受けてください。はい、では始めますね。お願いします。はい、まずはじゃあしほちゃんからね、行きましょうか。じゃあなんかこう手相とかもちょっとね、お友達にちょっと見れる人がいるんですか。分からないけど、急になんか手相見せてって言われて、言われたので、で、ちょっとなんかちょっと複雑なことを言われてしまったって感じなのかな。じゃあちょっと手相ね、説明からさせていただくんですけど、私の場合は右手がこう人からの評価みたいな感じで見てるので、まあ、いわゆる通信簿みたいな手として、こっち左右手を見てます。で、左手がこう自分の本音みたいなところなので、こう日記的なね、感じで見ていくので、両手の線の感じでなんか違うなという方は、こう人から見た自分と本音がちょっとギャップがあったりとかっていう感じで見ていきますので、両手お願いします。まずはですね、しほちゃんのって線の濃さで言うと、そうだな、標準くらいかな、ちょっと薄めな感じもするかなっていうところです。で、ね、しほちゃんがちょっと気にしていらっしゃった、この生命線の長さだと思うんですね、多分お友達がおっしゃっていたのはね。で、この生命線の長さっていうのが多少ね、ちょっと短めだったりします。で、短めさんっていうのはね、まあ、今はね、結構医療とかも発達していて、短いイコールね、なんか早く死んじゃうみたいな感じでね、あんまり見なかったりするんですね。で、私の場合も生命線長めの方はすごく積極的だったりとか行動的だったりとか、そういう感じで見るんですけど、短めさんはね、すごく気持ちの優しい人、ね、心のあったかい人っていう感じで見るので、あんまりね、こうね、短いからね、早く死んじゃうんじゃないかなとかね、そういうのはね、あんまり気にしなくてもいいかなと思います。で、線の濃さで言うとちょっと薄めさんな感じもするので、線の濃さっていうのがやっぱりパワフルさとかエネルギッシュさとか、で、そういうところにね、直結、比例してきてね、濃くなるって言われてるので、そうだな、ちょっとなんか体調崩しやすいとか、なんかこう疲れが溜まりやすいなとか、もしくはなんか体力なんか他の子に比べてちょっとないのかしらとか、なんかそういう部分だったりとか、あと自信がちょっと自分なんかあんまり自分に持てないなとか、そういう部分なんか感じる部分、今言ったところでありますか。体力がない。体力がない、なるほどですね。で、体力ね、ちょっとないっていうところで言うと、やっぱり線でちょっと濃くしてもらうといいと思うんですよ。で、線を濃くするっていうところで言うと、このね、特に今生命線に沿ってね、こうマッサージをしていただくと、線がちょっと濃くなって自分にエネルギーが返ってくるって言われてます。で、あとはね、書いちゃう、線で、ペンで書いちゃう。しほちゃんは何月生まれですか。4月。はい、りんちゃん6月。じゃあお二人ともですね、偶数月生まれなんで、ゴールドのインクのペンおすすめになってます。ぜひですね、ちょっとご用意いただいて、これですね、ちょっと書いちゃったりとかするとね、運気が上がると言われてます。これ書いちゃっていいですか。お願いします。はい、じゃあこれね、書いてください。両手書いてください。こんな感じね、書いてみてくださいね。そうするとね、ちょっとね、まあ運気がね、ちょっと良くなるって言われてます。あとですね、ね、まあね、お姉さんだからね、ちょっと冷静な部分も持ってらっしゃるかな。結構気配りとかね、気遣いしちゃうところもあると思います。で、ちょっと先の話になると思うんですけど、ね、結婚とかされるとですね、良妻賢母型といって、いい奥さんとかね、いいママさんになれそうな、そんな感じのね、線も出てます。で、意志の強さっていうのも持ってらっしゃるから、これだって決めたらね、それに向かって一途に頑張るところだったりとかもね、あったりします。で、将来のお仕事に関しては、なんか仕事資格だったりとか技とか、そういうなんか技術的な、ね、ものをなんか磨いて、それを生かすようなお仕事っていうのはすごく向いてらっしゃるかなと思います。で、今じゃあご家族4人で住んでらっしゃるんですか。はい、そうです。
将来的にはね、ペコちゃんは結構一人暮らしが向いてらっしゃる感じのね、タイプかなと思います。なので、まあなんか親御さんからね、離れてね、あの生活するっていうのもね、なんか、うん、結構遠い話だと思いますけど、ね、あのそういうのもね、すごくね、楽しく暮らせこうそうかなと思いますね。で、あとね、まあ今、あの、YouTuber さんやってらっしゃるから、このね、お仕事の線、この縦線の運命線というところに出てきます。下が、0歳で、上100歳で、真ん中30歳ぐらいになります。今、じゃあ、10歳。はい。ちょっとね、この辺をね、歩んでますね。まだちょっと始まったばっかりですけどね。で、今、将来の夢とかは、なんかこう、YouTuber さん続けたいみたいな部分もあったりするのか、それかなんかこう、こういう仕事やりたいとかなんかありますか？ないです。まだ決まってない。うん。なるほどですね。そしたらですね、今ね、そうだな、まあ、22、23歳ぐらいになったら、ちょっとね、これだっていうのが固まってきそうかなっていう感じでね、ちょっと線が出てます。で、ここからビーッといって、ここ30歳ぐらいですね。結構もうね、先のお話にはなっちゃいますけどね。30歳ぐらいでこの線が途切れてます。で、この辺からね、もう一本ね、線がちょっと出てきてるんですね。で、これがね、だいたいね、26、7歳ぐらいですかね、ちょっと他のことが気になりだしてきちゃいます、みたいのがあって。で、それがですね、30ぐらいを区切り、そっちにね、ちょっとシフトチェンジ、本格的にね、そっちの26歳ぐらいからやりたいなと思ってきたことにシフトチェンジしそうかなっていう感じで出てますね。で、仕事の線はちょっとね、割とはっきりは出ているので、なんかお仕事はね、結構ずっとね、やっていきそうな感じがします。これがだいたいまあ50代後半とかね、それくらいまでね、続いてるので、お仕事はね、ずっと続けていきそうな感じしますよ。じゃあ恋愛とかも見ましょうかね。ちょっとね、ここ見せてくださいね。こういう感じで、ね、見せてください。まだ先の話にはなると思うんですけど、結婚とかはなんか何歳ぐらいしたいなとかありますか？考えてないですまだ全然考えてないよね。うん、ですね、26歳ぐらいかな。26歳ぐらいと30歳ぐらいと34、5歳ぐらい。ちょっとね、ちょうどなんか4、5年に1回ぐらいね、ちょっと大きなね、チャンスっていうのが、これ、20代以降で3、4回ぐらいかな、ちょっと大きなチャンスありそうな感じがします。じゃあ、中学校とか、ちょっとね、楽しくやっていけるかみたいなところね、ちょっと見ていきましょうか。はい。じゃあ、ここだと思ったタイミングで、ストップっておっしゃってください。シャワー止めますからね。はい。はい。じゃあ私はここで桃型の水晶を使ってます。水晶というのはこう守ってくださっている方ね、誰にでもいらっしゃるんですけど、そういう方々のパワーを凝縮して強めると言われてます。あとですね、あの桃というのは私の名前にも桃ってね、桃火っていう名前なんですけど、あの古来から開運のパワーがあったりとか、不思議な霊力を宿すと言われている特別な果物と言われております。なのでこちらを買わせていただきまして、これからね、しほちゃんにも一緒に念じていただきます。そうすることによって、そういう守ってくださっている方々からのメッセージっていうのを私カードとしてお伝えしていきます。じゃあ今日使ってみたいももさん、どっちがなんかビビッときますか？こっち。はい。ではですね、私の手の上かざす感じでね、ちょっと両手をお願いします。で、心の中で結構ですので、中学校生活どうなっていきますかみたいな感じで念じてみてくださいね。ここでもう念じ切ったと思ったら手離してください。じゃあお願いします。はい。ではですね、左手でですね、3つに山を分けてください。お好きな感じでいいですよ。3つにお願いします。はい。ではそのまま左手で1つの山に、好きな順番でいいので1つにまとめてください。はい。はい。ではタロットカード、上下がございます。こっちかこっち、上どっちにしたいでしょう？こっちが上で。はい、かしこまりました。じゃあカード並べていきます。お勉強は得意ですか？得意は得意。好きな教科は得意な科目とかありますか？みんなもできます。
あ、全部できる、全部できる、すごいですね。自信がすごい。自信がすごい。すごい。ですね、これ最終結果のカード。こちらがですね、運命の輪のカードって言って、ラッキーチャンス到来のカード。運命のね、歯車がぐるぐる回ってね、ラッキーチャンスが到来しますよっていうカードになります。なので、中学校生活ですね、タロットカードってこれね、78枚あるんですけど、そのうちの22枚がダイアルカナって呼ばれてるすごく強いカードになります。そのうちの1枚のカードが、この運命の輪のカード。すごくね、楽しくね、なんかいろんなチャンスが、舞い込んできたりとかしそうですよっていう感じのカードが出てます。で、すごくね、順調な滑り出しっていうかね、なんか順調に始まるっていう感じのカードも出てるので、このカードもね、その22枚のうちのね、1枚のカードになります。で、世界のカードってね、すごくね、完成するとか達成するとか、割とね、中学校入ってすぐぐらいでしょうかね、なんかこういいことというかね、なんかこう成績テストでね、いい成績を収め、なんか取れたりとかね、そういう感じのなんかすごくいいことがありそうですよっていう感じです。ただちょっと入るまでね、ちょっと不安だなとか、ちゃんと友達ね、仲良くできるかなとかね、いろいろ気になっちゃうかと思うんですけど、勉強もね、できるかなとかね、あると思うんですけど、なんかこう自信持っていけばね、大丈夫だと思いますよ。なんかこう、入るまではちょっとね、不安な気持ちすごく出てきそうですけど、入っちゃえばね、こううまく回ってきますからね、運命のね、歯車ね、ぐるぐる回ってきますからね、大丈夫だと思います。だから今の調子ね、勉強頑張ってもらって、中学校入ってもね、頑張っていけばね、すごく強いカード、いいカード出てますから、大丈夫だと思います。はい、ありがとうございます。はい、あと、じゃあちょっとね、リミちゃんの方もね、行きましょうかね。グミ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 ペア、存じたおやつ。